はい、皆様こんにちは。アイルワールド海外生活コンサルタントの伊藤です。今回も動画をご覧いただきどうもありがとうございます。えー、今回ですね、あの前回のスペインに関するあの動画、弊社があのー、お送りした動画なんですけれども、その中でスペインの大統領がですね、ゴールデンウィーク廃止を発表したというニュースをお届けしましたけれども、うん、あの今日その続報がですね、入ってまいりましたのでお伝えしてまいります。 えー、説明するのは弊社シニアインベストメントアドバイザーのダン岡崎です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい。えっ、ー、とでは早速なんですけれども、はい、えあのー、ここにもですねニュースとして、えーあの、今ご覧いただいてますも。もう、はい、えあのー、先日四月ですかね、二千二十四年の四月にスペインの首相がですねゴールデンビザを廃止すると。 という発表を行いまして、ポルトガルに続いてです、ね、ついにスペインもかということで、驚かれた方も多いかなというふうに思いますけれども、現状、今、どうなっているのかというのをお聞かせいただけますか、はい、分かりました、はいあの、僕が今日お話しする情報は、ですねあのバルセロナにいます、ですね弁護士さんからもらった情報で、です、ねあのまあ、貯金の情報だと思いますけど、まあ、政治的な話なんで、断定的な言い方はできないんですけれども。 あの最初4月にです、ね、スペインのゴールデンビザ廃止かと流れたのは、ちょっとこれはです、ね、なんていうんだろうあの、痛み足っていうか、ですねそんなまだ断定的にですねあの決まってない、ただ首相としては、ゴールデンビザの廃止をする意向だと、そういうことを発表したんで、それがまた新聞ですぐゴールデンビザ廃止と言われたんですけれども、うん、まあそこにはステップがあるんで、ですね今、そのステップを踏んでいるところで、まあ、これが。 あのどのように進むかこれはままだ未確定な部分がありますで直近の動きとしましては、7月の24日なんですけれども、あのサンチェス首相、これは社会労働党が今、いわゆる、まあ、議会の中で,です、ね、いわゆる多数,多数派工作をしまして、まあ、やっているその一番大きなあの党の,あの社会労働党の首相がサンチェス首相なんですけれども。 そのあの社会労働党プラス左派のです、ね、政党が7月24日にあの法案の提出の意向を発表し、法案を提出いたしました。その法案っていうのはです、ね、ゴールデンビザを含む、まあ、ゴールデンビザの法律そのものではなくて、それを含むあの法律がありましてです、ね、それを総括してあの、いわゆるアメンドメント、修正することによって、 ゴールデンビザの投資もできなくなっちゃう、あのゴールデンビザにはいろいろ投資オプションがあるんですけれども、まあ、最もあの人気の高い不動産投資をはじめとしまして、それ以外の投資オプション、まあ、預金とかですね、ほ、まあまあ、他にもあります、そういうのも全部まとめてゴールデンビザを、まあ、あの申請できなくしようとす,する内容のですねその法案を、まあ、提出しました。ただ議会は今夏休みですから スペイン議会が始まるのは7月あの9月の10日以降という形になっています。まあ、そこでまたいろいろですね、あのーまあ、討論、議論がされて、まあ、この法案も提出されて、まあ、それの修正とか、ですねそれに反対とかですね、まあ、いろんな動きがこれから出てくるということなんですけれども、あのー、僕はまあ情報をもらってます、あのバルセロナの弁護士さんの意見ではですね、 あのスペインの政局って非常に流動的で、今の多数派もです、ね、あのいろんな少数政党の力を借りて成り立っていると、特にあのバルセロナのあるカタ,カタルニア地方の,です、ね、あのそういう政党もです、ね、それに加わってるんですけれども、あの弁護士さん情報によりますと、カタルニアの政党はこのゴールデンビザを反対する、あ廃止する法,法案には、 反対するる意向を持っていいいらしいとということなんですで、まあ、なぜかと言いますとあの、バルセロナを中心とするカタロニアがですね、あのゴールデンビザ、まあ、今まで2013年からスタートして約1万5000件以上のゴールデンビザが発行されてるんですけども、そのうちの65%が、そのカタロニア地方、バルセロナを中心とする不動産投資がですね、占めているということで、はい あのカタロニアにとりましたゴールデンビザっいうのは、非常に経済にとって大きなインパクトがあるんですよね。うん、確かに不動産価格の上昇、これはあのスペイン全体で見て、あるいはもうスペイン以外のヨーロッパ全体見ても、あのまあ、そういう動きはある中、ですねゴールデンビザに対する不動産価格を抑制するという観点からですねあの反対する声は強いんですけれども、あのカタロニアの,えあの人たちから見ますと、ですね必ずしも、 悪いことばかりじゃないという形で、ですねその政党が反対すると、でまあ、彼らはスペインから独立を施行する人たち、まあ、中にはそうじゃない人もいて、まあ、非常にあの微妙で非常に注目されるところではあるんですけれども、そういう中で、ですねこの修正をする、ゴールデンビザを廃止する法案がすんなり可決になるかというとです、ね、でいや、必ずしもそうではないと、そういう意見なんですよね。 えー、だからね、新聞なんかパぱっと見ますと、もうスペインゴールデンビザー廃止というですね印象を受けるような書き方がされてるんですけれども、ね、実際、あの法案があの可決される、まあ、いろいろ修正があって、可決される可能性、これも十分にあるんですけども、そうだったとしても、ですねまだずいぶん時間がかかる、最低6ヶ月、あるいは 9, 9ヶ月以上ぐらいはですね、 あのゴールデンビザ廃止というのがですね、あのまあ、決定する前には、そして施行されるまでには時間がかかるだろうというような情報です、うん、私が今、受けている情報はなるほど。これ、例えば、仮に決定しましたと、まあ、6ヶ月後、9ヶ月後に決定したとなっても、その即日廃止というふうになるわけではないんですかね。えあのその若干の時期、即日という形はないと思います。 ということは、ま,あ、まだ少しあの、まあ、どうなるかわからないけれども、まだその今、申請をお考えの方にとっては、えーま、だ間に合うのではないかということですよね、えー。間に合う可能性あると思うんですよね。ただ、不動産の投資はですねやっぱり時間がかかるんですよね、うん、そうですね、えー、不動産選んでから、えー、そしていろいろ不動産のデューデリーのチェックをしてですね、うん、まあ3か月ぐらいまでかかったそれから申請になるんであの、投資オプションとした不動産の倍になっちゃう。 100万ユーロの投資になるんですけども、銀行にです、ね、お金を預ける、銀行預金のオプションがあるんで、はい、これが多分一番スピーディーな投資オプションですね。わ、うんうん、かりました。じゃあ、あのー、最後に不動産のオプションの条件、もう一度お聞かせいただけますか、現状の。スペインはあのー、ギリシャみたいにこう地域別にプライスが変わるんじゃなくて、まあ、一律50万ユーロ以上の。 ま不動産を投資、これ1件でなくてもいいです、2件でもえ複数でもいいんですけども、まあ、その投資によりまして、この不動産のタイプはですね、どんなタイプでもいいと、そういう形になりますけれども、50万以上,以上の投資をすることによって、ゴールデンビザの申請が可能になるとそういう仕組みです。はい。 今ちょっとユーロもね、あの落ち着いてきてますから。確かにね。<laughs> ねあのタイミングとしては、あのいい時期かもしれないですね。うん、そうですね。はい。はい。じゃ、どうもありがとうございました。はい。あのスペインっていうのは大きな国ですから、まあ。え、どの地域を選ぶかというところからですね。すねえ、ちょっとそういうのを考えたら、時間かかっちゃう可能性ありますけれども。え、あの。 不動産投資あるいはそれ以外の投資オプションも含めて、まあ、できるだけ早く動かれる方がいいというのはこれ事実なんでですね、うん、それをご検討していただければ幸いです。 はい、ありがとうございました。皆様いかがでしたでしょうか。あのまだね正式な決定ではないということですので、はい、あのゴールデンビザー申請ご検討中の方はですね、あのなるべくお早めとはいえなるべくお早めに、えー、申請されることをお勧めいたします。えー、そうですね。あのこの動画ですね、あのよろしければ、えー、ご質問とかご感想いただければというふうに思います。あと動画への評価、チャンネル登録もお待ちしております。では最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。